like clothes. Why you can't answer me? Why? Cause I got more. Yes, I moved my shawty from Florida to Hollywood. Got some gold, look big on me. Got some goals, it's a list on me. Yellow, so rich, I'm fucking roll. Then the stroll playing tricks on me to start.試合開始を前にスタジアムはスタンドからの熱気に包まれました。サポーターからの大声援がこれから始まる激闘を予感させます。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、サガン鳥栖が大分トリニータと戦います。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。このチームはピッチ全体で相手にプレスをかけることで有名ですね。圧力をかけて相手に考える時間を与えません。今日はどうでしょうか。いつも通りプレスを軸にすると思いますよ。相手の対応が見どころになるでしょうね。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。さあキックオフです。田中達也、香川真司、ボールをキープ。いいカットです。ボールを奪いました。ボールは相手に渡りました。何を狙うのか、何かしてきそうですが、カウンターのチャンスです。カウンターの気を失い、見事なスルーパス。チャンスにできるか。シュートだ。ゴールできず。これは残念。外してしまいましたね。スピードに乗ったいい攻めだったんですが。荒川力、いい位置です。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。小林、香川真司、ドリブルで果敢に攻め込みます。知念慶、狙える位置です。ここはディフェンダーが読んでいました。田中達也、相手のマークがついていますね。慌てず慎重にプレーしたい。ゴールキックから再開です。もう一度今のシュートをご覧ください。エリア内からは決めたかったですね。ダイレクトで強いシュートを打たなくてよかった気がします。
荒川力。チーム全体が守りを固めています。このカットは大きい。しっかりと奪いました。田中達也、田川慎二、小林勇気、チャンスを伺っています。体を当てて取る、奪った。ここからどうするのか。シュートはディフェンスが止めました。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。ここから狙うのか。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。サイドにスペースがあります。折り返せるか。一旦ボールを蹴り出します。さあどうする。エドゥアルド、内田篤人、さあ上げたい。仕掛けてくるのか。何をしてくるのか。いい攻めを見せていましたがここで断ち切られました。小林勇気、小林勇気、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。ライバル対決は前半の終了時点では五分五分。大事な試合ですからハーフタイム中の監督からの指示にどう選手たちが応えるか見ものですね。さあ後半開始です。パスが通る。ゲームを作るパスが光ります。ラインを割ってスローインです。小林、美しいパスですね。チャンスにできるか。中に合わずファーに流れました。何かしてきそうですが、荒川力、本田圭佑、いい位置です。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。田中達也、サイドが空いていますね。何を狙うのか。ニアポストにクロスが入る。ここはキーパーが簡単に抑えました。本田、狙える位置です。硬いディフェンスに攻めあぐねています。ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。荒川力、チーム全体が守りを固めています。
ここからどうするのか。ここはディフェンダーが読んでいました。気は抜けない展開です。どちらのチームもここで選手を交代してきます。アンヨング。ここから狙うのか。さあどうする。ボールをクリアしました。仕掛けてくるのか。何をしてくるのか。チャンスにできるか。折り返せるか。ボールを返します。ボックス内へ入れてきた。止める。止めます。ここまでお互いに攻めあぐねているといった印象でしょうか。シュートに持ち込めるようなシーンがほとんど見られません。何かしてきそうですが、これは見事に奪いました。荒川力、このシュートを弾いた。さあボールを蹴った。コーナーキックはニア側の相手がカット。田中達也。残り5分となりました。どちらも膠着状態を打開できずにいます。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。アンヨング、思い通りにパスを通してきます。クロスが入るか。一旦ボールを蹴り出します。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。知念慶。90分が終了し、スコアはドローです。